ロベルト・ロッセリーニは、イタリアの映画監督。イタリア映画界における、ネオレアリズム運動の先駆的な人物の一人であり、イングリッド・バーグマンを据えた作品でも有名。フランスのヌーベルバーグ運動に、多大な影響を与えた。1906年5月8日、ローマで、大手建設業者の父アンジェロ・ジュゼッペ・ロッセリーニと母、エレットラ・ベラントの間に長男として生まれた。 兄弟は後に作曲家になった弟のレンツォ、妹のマルチェルラとミカエラ。ロッセリーニ家の祖はトスカーナ地方の農業ブルジョアでゼフィーロという姓であった。イタリア王国の首都がローマになった1871年に一族はローマに移住した。彼はイタリアを統一したジュゼッペ・ガリバルディとその息子らの後援者として知られていた。そのためにゼフィーロ家にはガリバルディ氏の遺品、 手紙や、剣事入りの写真、将軍の髭の毛草が保管されていた。ゼフィーロは一から財を成した人物だったが、子に恵まれず、弟、ルイジの息子で、老いのアンジェロ・ジュゼッペを溺愛した。このアンジェロが、ロベルトの父親である。アンジェロ・ジュゼッペ・ロッセリーニには、芸能の才があり、ワグネリアンとして知られた、音楽愛好家で、テノール歌手として舞台に立ったこともあった。また、 あとには、著作に打ち込み、ズイーボスのウンボーバスという題名の小説を執筆した。ゼフィーロの事業を引き継いだアンジェロは、事業家としても才覚を発揮し、ローマ有数の建設業者となった。彼が手掛けた仕事には、ローマの商業銀行の本店、ローマで最も美しい映画館の一つと言われる、チーネマ、バルベリーに最初の開閉式の丸屋根のついたコルソチーネマの建設、 そして、バルベリーニグのファザードの修復などがある。一方、ロベルトの母エレット・ラベランは、ベネツィアの出身であり、はるか祖先は、フランスであったという。ロベルトは、こうした、上流過程で何不自由なく成長した。ロベルトたち兄弟には、当時の金持ちの慣例で、フランス人の養育係がつき、自然と、フランス語を習得した。ロッセリーニ家には、 様々な芸術家が出入りしており、この中には、ピエトロ・マスカーにもいた。ロベルトは、空想好きの少年だったと言われている。父親のアンジェロ・ジュゼッペは、家の近くのコルソ通りとバルベリーニ通りの映画館の、出入りを子供たちに自由にさせ、ロベルトは、サイレント時代の人気映画スターだった、パール・ホワイトの連続物に夢中になった。また、サイレント時代の大作刺激、カビリアを見て、 弟や妹、いとこのレンツはバンツたちとごっこ遊びをして遊んでいた。しかし、子供時代のロベルトが一番熱中したのは、機械いじりだった。彼は、屋敷の一室を実験室にし、機械を組み立てて、実験をした。また、読書家でもあり、ピエール・ロティア、ジュール・ベルヌ、エイリヒ・マリアレ・マルクの小説、ダンテの新曲が彼の愛読書だった。また、彼は速度に見せられ、 当時は車の運転に法的な年齢制限がなかったため、早くも9歳で車の運転をしていた。第一次世界大戦中はヨーロッパで猛威を振るったスペイン風邪に罹患し、冬の真中ベッドで過ごした。もともと病弱だった上に、6膜炎を患っており、兵役不合格者とされて軍隊は免除となった。そのため、後期中学では弟のレンツォのクラスへ編入した。 ついでノービレコレッジョ・ナザレーノ進学。無防備都市の出演者であるマルチェロ・パリエーロはこの時の学友である。1932年、父、アンジェロ・ジュゼッペが死去。当時のロッセリーニ家の財政状態は1929年の経済強行の打撃を受けて極度に悪化した。その結果、ロッセリーニ家は多くの辞書を売却せざるを得なかった。しかし、 ロベルトはこれまでと変わらない生活を送った。1936年、ローマの宝石商の娘マルチェラで、マルキスと結婚。彼女との間に二人の男子を授かった。結婚前は、人気女優のアッシャノリスが恋人で、ロベルトは彼女を通じて映画に興味を抱き、スカレラフィルムのスタジオに通い詰めた。その後、脚本家としての仕事を始めるようになったが、脚本に、 彼の名前は掲載されず、脚本料は1本3000リラだった。後に、ロッセリーニの名が正式に載るのは、ゴッフレード・アレッサンドリーニ監督の、ソラ・ユカバーからである。助監督としても参加した同作は、ムッソリーニの息子、ビットリオ・ムッソリーニが監修。彼は後にネオレアリズムの母体となる映画批評誌、チネマの編集部を訪れることもあったが、ロベルトは映画批評には、 興味がなかったようである。映画監督としては1936年に日本のアマチュア短編映画、ラフネ、牧神の午後への前奏曲を自主制作した。校舎は当時ドビュッシーに浸水していた弟のレンツのアイディアに基づいたもので、タイツ姿で着衣のないように見せた男女が神話風に田園を彷徨うというものだった。1939年には海底の幻想、 王平な七面鳥、元気なテレーザの三本の短編を発表した。海底の幻想は、冷凍食品会社のジュネペスカから委託された魚類の短編ドキュメンタリーであり、王平な七面鳥と元気なテレーザのカメラマンは後に、血塗られた墓標や、白い肌に狂うムチなどのホラー映画で知られる、マリオバーバが務めた。1941年、海軍省の映画センターの責任者で、 海軍司令官のフランチェスコ・デ・ロベルティスから病院船の活動を描いたドキュメンタリーを委託され、長編第1作の白い船を制作した。同作はベネツィア国際映画祭に出品され、ファシスト,トーバイを受賞した。1942年にはギリシャ戦線でのイタリア空軍パイロットの活躍を描いた第2作のギリシャからの帰還を発表。 同作では、チネマの同人ミケランジェロ・アントニオーニとマッシモ・ミーダが、脚本に参加し、同年に、ルキノ・ビスコンティの、郵便配達はニ度ベルを鳴らすのマッシモ・ジロッティが、主役のパイロットを演じた。同年4月には、ギリシャからの期間プレミア上映会が、ローマのスペルチネマで行われ、ファシスト指導者や閣僚、時間たちが出席した。 1943年には、ロシア戦線で、英雄的な死を遂げた、従軍司祭、レジナルド・ジュリアーニの姿を描いた第三作の、ルオ・モダー・ラ・クローズを発表。主演のアルベルト・タバッツは、プロの俳優でない舞台装置家で、ロシア娘役のドイツ人女優ロスビタ・シュミットは、ロッセリーニの愛人であった。ロベルト・ロッセリーニは、30年以上に及ぶ、 監督生活で30本以上の長編映画を撮った。そうした彼の作家活動をたどってみると、何度かの転換期があったことに気づく。その転換期を一つの節目とすると、ロッセリーニの作家活動は6つの時期に分けることができる。第一の時期は出世作、白い船から十字架の男までの戦争国作映画の時期。白い船では海軍の病院船。 ギリシャからの帰還では空軍パイロット、そして十字架の男では陸軍の従軍司祭というようにイタリアの陸、海空軍の活躍を描いた。この三本はもう一つの戦争三部作でもある。戦時下の三作でロシセリーには監督として早くも注目されるようになった。第二の時期は無防備都市から殺人カメラまでのネオレアリズム映画の時期。この時期は ロッセリーニの作家活動で最も充実した時期でもある。この後のストロンボリ、神の土地、神の道化師、フランチェスコは、便宜上、バーグマンの時代に分類するが、どちらかというと、ネオレアリズモの時期の延長線上にある作品と言える。第3の時期は、イングリッド・バーグマンが主役を演じた、ストロンボリ、神の土地から、不安までのバーグマンの時代。この時期ロッセリーニは、 これまでの戦争をテーマとした作品やカトリシズムへの系統が明白な作品から一転して離婚の危機、夫婦間の人間関係の断絶といった主題に目を向けている。この時期の作品は公開当時はイタリアでも全く理解されないばかりか、不人気で工業的にも失敗し、ロッセリーにはもはや映画を撮ることができないほど追い詰められたイタリア旅行といった作品は、 ロッセリーニの最良の作品として近年では高く評価されている。バーグマンと組んだ最後の作品、不安の後4年間の沈黙を余儀なくされ、4年ぶりの公開映画インディアが好意的に迎えられ、ロッセリーニの第4の時期が始まる。これはインディアからオムニバス映画ロゴパグまで、ロベレ将軍ローマで夜だったも国際的に高く評価された。 この時期は、ロッセリーニの復活の時期でもある。そして、戦争三部作にも通じる日本の戦争物の,の後、ロッセリーニは、19世紀イタリアのリソルジメント時代を、背景としたコスチューム映画、ビバリタリア、バニナバニニで、歴史映画に興味を向ける。ロッセリーニ、コダール、パゾリーニ、グレゴレッティの頭文字から取った、ロゴパクというオムニバス映画の後、ロッセリーニは、 完全に劇映画の世界から離れる。そして、ロッセリーニ原案、脚本、監督のエル・エタ・デル・フェロからカーテ・シウスまでの10年間、ロッセリーニはもっぱらテレビ放送用の歴史映画に情熱を傾ける。5番目の時期がこのテレビ映画の時期である。従来、この時期のロッセリーニは映画の第一線から離脱したことで過小評価されてきたようだが、 不安の撮影後、ロッセリーニの助手だったフランソワ・トリュフォーは、10年も前に、この時期の監督、ロッセリーニの行動を予見している。いわゆる読書のために、書物のページを開くことは、決してしないが、いつも、資料調べや交渉に余念がない。歴史や、社会学の本や、科学書などを一句夜も夜を徹して読みふける。知識欲が旺盛で知ることの喜びに行き、 もう劇映画を作ることなんかやめて、いよいよ、ますます教育映画や文化映画に転身することを熱望しているのである。とすれば、テレビ用の歴史映画は当然の帰結であり、ロッセリーニの本質に根ざしたものですらある。1974年、ロッセリーニは、再度、劇映画に復帰する。戦後キリスト教民主党の党首として1945年から1953年までの、 長期間イタリア首相を務めた政治家アルチーデ・デガスペリについての映画である。ロッセリーニの映画復帰作、元年は戦後初の内閣を組閣したデガスペリ首相のナチス占領下の1944年から1954年の島での姿を描く。ついで翌年には聖書を題材としたキリスト教映画、救世主を撮る。テレビ用の歴史映画から、 劇映画への10年ぶりの復帰をロッセリーニの新たな時期の始まりとすれば、この2本の作品は6番目の時期の作品とすることができるかもしれない。しかし、この最後の時期はロッセリーニの死によってピリオドが打たれる。救世主の後、ロッセリーニは人間性のために生きると題されたカール・マルクスの思想と人生についての映画を準備していた。この他にも、毛沢東や マルコ・ポーロ、百科全書派についての映画、あるいは、銀の道と題された企画が、ロッセリーニの脳裏にあった。明らかにこれらは、テレビ用歴史映画の延長上の企画であり。ここには、かつてのネオレアリズモの巨匠とは別の道を歩む、ロッセリーニの姿が見られる。ロッセリーニ作品の多くは、公開当時、イタリアでは、正当な評価が得られなかった。後に、 ネオレアリズム映画の金字塔として崇められている無防備都市ですらはじめはイタリアでは無視されアメリカやフランスで熱狂的に迎えられてからようやくイタリアでも評価され出したのだそうした意味では無防備都市やイタリア旅行はまさにカルト映画中のカルトだと言える無防備都市と戦火の彼方はアメリカで大成功を収めただが次の ドイツ例を伝説的なプロデューサー、サミュエル・ゴールドウィンに見せるが、死者が終わった後、居心地の悪い沈黙ができただけだった。その後、バーグマン初のロッセリーニ映画、ストロンボリ、神の土地は、当時、ハワード・ヒューズが買収した RKO の資金援助で制作された。だが、1950年2月5日、全米300館で公開された、ストロンボリ、神の土地は、 工業的に大失敗となった。こうして、ロッセリーニの後ろで、ハリウッドの扉が閉ざされた。カイエ・デュシネマの初代編集長、アンドレ・バザンの、ロッセリーニの用語という文章によると、イタリアの批評家たちは、ネオレアリズムの大化は、すでに、ドイツ霊に現れ、ストロンボリと神の同化し、フランチェスコから決定的になり、 ヨーロッパ1951年とイタリア旅行で破局に達したとみなしたらしい。しかし、フランスではバザンをはじめとするトリュフォーラゴに、ヌーベルバーグの作家となる若い批評家たちは、ストロンボリーや神の道化師、フランチェスコ、イタリア旅行といった呪われた映画を断固支持した。そして、ロッセリーにはフランスのヌーベルバーグの父と呼ばれた。 一つの例として、ジャン・リュック・ゴダールは、イタリア旅行を見て、一台の車と、男と女がいれば映画ができることということを学び、勝手に仕上がれを取ったと証言している。また、トルフォーは、子供の世界を描いた、大人はわかってくれないは、ドイツ例に追うところが大きいと、明言している。ヌーベルバーグの作家たちのロッセリーニ用語は、ヌーベルバーグに夢中になった。 若き日のベルナルド・ベルトリッチの作品にも投影されている。ベルトリッチの初期の自伝的な作品、革命前夜で一人の映画教の青年が登場し、主人公に、君は、ロッセリーニなしに生きられるかと問いかけるのだ。そして、この青年は、イタリア旅行を15回も見たという。イタリアでのロッセリーニの真の後継者は、おそらくエルマンノ・オルミとタビアーニ兄弟であろう。 1977年のカンヌ国際映画祭は、タビアーニ兄弟の父パードレ・パドローネにグランプリを与えた。その時の審査委員長は、ロベルト・ロッセリーニだった。そのすぐの後の6月3日、ロッセリーニは心臓発作で死去した。去年71、イングリッド・バーグマンと結婚したことがあり、彼女との間には双子の娘がいる。そのうちの一人は、 イザベラ・ロッセリーニである、突起のない作品は監督のみを担当。ありがとうございます。